有村架純です。キンプリの高橋海人さんと交際しています。はい、まあ彼と出会ったのはですね、ドラマで共演したんですよ。はい、あの姉ちゃんの恋人っていう私の主演のドラマにですね、兄弟役としてですね共演したんですよ。私がお姉さんで、その弟が高橋海人くんだったんですね。まあその時にあの共演してですね、まあそれで意気投合して今に至るっていうことなんですよ。もう3年経つんですね。なんか月日が早いです。はい、早く感じますね。しかも6歳もですね年下なんですよ。はい、まさか6歳下の男の子と、まあ、男の子って言っても男の人なんですけど、男の人と交際するとは思いもしませんでしたね。はい、まあいずれはですね結婚も考えております。できれば高橋海人くんと結婚したいです。そして子供もね作りたいですね。はい、楽しみです。有村架純からでした。っていうのはね冗談なんですけどね。もう2人ともおめでとうございます。なるのかなこれ。まあおめでとうございますなんでしょうけどね。はい、まあまあ結婚したらいいですね。はい、まあ終わります。